おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。キュート層のサンライズエクスプレスを入手しました。右側が塗装変更後のサンライズエクスプレスです。塗装のリアルさが増しましたね。しかし、今回はキュート層のサンライズエクスプレスを使用します。もちろん、後尾車に連結器をつける改造をしたいと思います。では、行きまーす。ネジを外して、分解。扉を開ける改造は、しません。輪っかの連結器を、つけるので、隙間を、開けます。連結器は、少し長めのを、使用するといいでしょう。完成は、このようになります。さらに、もう一両も。ネジを外して、分解。連結器を、逆向きにするので、前面部分に、連結器を入れる切り込みを、作ります。ヤスリをかけて、形を整えます。反対側も、加工します。連結器を、取り付けます。輪ゴムがついていますが、スルーします。ネジを締めたら、完成です。どうでしょうか？連結器のある後尾車です。これで、サンライズエクスプレスを、瀬戸と出雲に、分割することができますね。比較から見ても、リアルさが伝わってきます。それでは、レイアウトを組んでみましょう。今回は、車庫のあるレイアウトにして、サンライズエクスプレスを走らせてみましょう。それでは、本編始まります。